電気の研究の分野は、例えば、今みんなが使ってるスマートフォンを、どうやって、動かすかとか、どうやって通信するかっていうようなことを考えたりします。それから、例えば電子レンジでどうして、料理ができるのかっていうようなことを考えたりします。